はい、ありがとう整体の平野です。ご視聴どうもありがとうございます。まあ、女性の体と男性の体ね、まあ、体が柔らかいか柔らかくないかというと、まあ、女性の方が柔らかい、という思っている人は、まあ、ほとんどだと思います。もちろん、柔らかい、まあ、それが、じゃあ筋肉でね、筋肉が柔らかいかというとですね、そうではなくて、まあ、関節が、まあ、柔らかい、ケースがね、多いことが、まあ、女性のね、この、まあ、柔らかさだとかしなやかさにつながるっていうふうに思うんですけども、それは適度にやっぱり女性ホルモンの中に人体をね緩ませるリラキシン、まあこれは出産の時にですね骨盤を広げなければいけないために人体を緩むホルモンとして存在するみたいなんですが、まあそういったものがですね男性よりも当然女性ホルモンがねたくさん出て関節自体がこう緩んでいる状態、まあそれが適度であればいいんですけども、それがですね、過度にね緩んでしまっている場合、これはまあ先ほど言った出産だとか、麻酔だとか、まあ事故とか、尻餅だとかね、あと強烈なストレスからもね来ることが分かりました。その靭帯が緩んでしまっていたら、それを守るためにね緊張しなければいけない。つまり筋肉は緊張している、でも 中の方はなんかグラグラしている、そういうふうに思っている方結構おられると思います。でそれはどうしたらいいか、これは靭帯の緩みは脳からの指令が間違っている、勘違いを起こしているというケースなので、揉んだりだとか、ボキボキやったりだとか、まあ、ストレッチをしたりヨガをしたり体操をしてもですね、これは治らないんですね。直接靭帯と脳のつながりをね再調整してあげて、程よい、まあ、締まり具合ですね、ネジが緩んでるとしたらある程度のこの程よい、締まり具合を作ってあげる、まあ、そんなことができる、日本で世界で、まあ、唯一か、分かんないですけども、まあ、数少ない整体師だと私は自負しています。そしてこのことを日本中世界中にですね広める使命があると思って動画を撮らさせていただいています。似たような、ね、動画、内容の動画、ちょっといっぱい作っていますけども、まあ、こういう方法でしかですね、皆様に知らせる、術がないのでですね、申し訳ないですけども、その靭帯の緩みに関してねたくさん動画を作らさせていただいています。本当に、そのことで縁がつながって、喜んでいただけたら嬉しいなと感じています。長い間ご視聴どうもありがとうございました。